こんばんは、皆さん。あ、そうだよ、今日ツインにしたの。サプライズ。ツインって分かりにくいかな。ツインにしたんだけど分かりにくいか。高め後ろめのツインなんだけど分かるかな。ワクワクをワクワクって言っちゃったのは本当に誤字なんです。本当に誤字なの。やめて、みんなワクワクって言わないで。ねえ、ワクワクじゃない。もうちょっと上がいいかな。ここかな。ここな気がしてきた。ここか。こんな気がしてきた。どう？ここかな。そこでした。ありがとう。嬉しいです。ありがとうございます。わーい、そこですぴ、嬉しいです。今日は夜ご飯に野菜をね買ったんですよ。頼んでて、で届いたんだけど、氷に凍ってて食べられません。食べられる状態にありません。まだもうカタカタなの。だから今ちょっと溶かしてる。夜なのに野菜？そうだよ、夜もいいかなと思って。レンジで、え？レンジで？レンジがいいかな。だから私フローズンフルーツが好きなので、フローズンフルーツだけ食べる。暑いんだよ。新幹線で意識高め。暑いんだよ。え？ダメだよ。レンジで解凍ダメだよ。フローズンフルーツは美味しい。バターで炒める、それはちょっと違う料理になっちゃうかな。今日
今日本当は レッスンで、ポニーテールしてたんですけど、けどツイン見たいだろうなと思って今日ツインにしました。ツイン好きでしょ、多分私も好きなのだからツインにした。何食べてるの？アサイン食べてます。ポニーテールポニーテール今度ね絶対やるから待っててください。そうポニーテールも迷ってたんだけど、でもちょっと急遽ついにしました。料理配信はお団子、お団子ポニーテールね見づらい。だから今日本当は朝の時点ではポニーテールの予定だったから、このねクシュクシュをねこうやってやろうと思ってたんだけど、でもいやツインだと思ってツインにしたの。片方につけてみる。え、待って絶対おかしくなるからやめときます。賢い工場椅子に言っちゃっていいんですよ。え、片方にやっちゃおう。やばい、なんか変ない。ガジコイコ、え、わかったわかった。あ、見て今日これマルディ、ツインテールとシュシュ。でもツインにシュシュも可愛いよね。いや、アサイ溶けない。アサイが溶けない。あ、溶けてきた！溶けてきた！でも、まだまだ。ついた、あ、ついてない。美味しい。室温、え、そう、高くしたの。この浅いのために温度高くしたんですよ。そしたらいい感じになった。いい感じに溶けた。え、嬉しい、美味しい。美味しい。私最近浅い食べてなくって朝に。あれ？あれで？そう、でもちょっとなんか食べたいなと思って食べてるです。今ねえ、みんなさん、私19歳ですよ。もうあげあげ、ありがとう。え？って、いやいや19ですよ。13歳もやばい、13歳もやばい。嘘ですよ、もう皆さん冗談、ご冗談を全く、もうそう、来年で20歳です。
待って、サリーと同い年ですね。はノンノン。うん、こんばんは、釣られてきました。あら、ようこそ、ありがとうございます。嬉しい。騙されないよって、え、いやいやいや、あの、ほんとだって、ほんとなんですよ。うん、揺れてた。ツインって楽しい、ツインって楽しい。おいしい、アサイー、おいしい、アサイー、おいしい。皆さんは夜ご飯は何食べたのですか？夜ご飯、私お昼は自分でキンパ作って食べた。麻婆豆腐！ずるいぞ、私も食べたいぞ。いいな、辛いやつかな。カルボナーラ、うん、おいしそう。うなぎ、うん、マネシュキンパ買って、うん、嬉しい。シセンだけど軽くない、え、 why？ ミルクティーなの、タピオカかな、うん、普通のミルクティー、なんだろう。しっかり食べるんだよ。辛くない、辛くない。もう四川麻婆余裕すぎます。もう大好きすぎて、もう本当に1週間に1回絶対食べてる。黒糖ミルクティー、うわ、いいな。明日私も黒糖ミルクティー飲もうかな。ん、デスソース？ん？デスソースって何ですか？ん？うん。うん。めっちゃ辛いやつなんだ。うん。いいな。辛いの食べたい。なんか自分の限界を知りたいです、辛いやつの。で、あとみんな何食べたのかな。ちょっと、遡ります。あー、遡れない。今デスソースのところにいる。炊き込みご飯、あー、いいな。今の時期だとキノコ、松茸とか、なんだ、えのきじゃなくって、たけのこ、チャーハン、餃子、いいね。スタミナ定食、え、スタミナ定食って何が入っているの。ビーフストロガフ、うわ、美味しい。タコライス、あ、大好き。キンパの具を教えて。キンパの具は牛肉に、なんだっけ、あれ、黄色いやつと、あとほうれん草と人参、卵入れました。たくあんだ、たくあん、たくあん。たくあん美味しかったよ。もうね、キンパはとても美味しい。頑張って作った。キンパのご飯って酢飯、それとも普通、普通のご飯に、ごまと、あと、あれ、なんだっけ、ごま油を混ぜるだけ。
で、たくあんはたくあんを細く切ったままで、で、あと、なんだっけ、小松菜はごま油大さじ1に、あと鶏ガラシャンをファーって目分量なんですよね、だいたいファーってやって、おしまいで小松菜は。で、卵はしょっぱい系よりもちょっと甘めの方が美味しいから、砂糖多めで塩かと、あとみりん入れたかな。で、そうそう、終わり。あと何ある？それだけか。あー、お肉、お肉は細かく、ちょっと細かく一口サイズぐらいに切って、そこにコチュジャン入れました。で、油、普通の油よりもごま油の方が香りが立って美味しいです。ま、でも基本キンパって多分あのごま油が入ってるからごま油だと思います。私の場合はあのごまが大好きなのでごまをめっちゃかけます、キンパは。で、コメント遡りますあ、ごめんね、近いよね。キンパ、俺たちのは、あれ、また食べちゃった。だから今度食べに来て。レシピは中で、うん。まずネットで調べてから。なんかちょっとイマイチだなと思ったらお家にある料理の本から見てやってる。食べたか、食べたかったね、うん、今度ね。え、でも本当にいつか食べていただきたい、冗談抜きで。本当に冗談抜きで食べていただきたいから、本当に早くなんかファンクラブとかのやつ、ファンミでやってみたいなって思ってます。あ、はい、だけで、うん、いい感じに溶けてきた。美味しい。もうとっても美味しい。皆さん、そういえばファンミ応募してくださいましたか？もう本当にね、早く会いたい。絶対当ててください。もう大丈夫、当たります。当たれ当たれ。でもなんかどうなんでしょう、倍率って。なんか18期さんのやつはなんか全然当たらなかったって聞きました。シャリシャリしてますね、まだ。一応もうちょっと溶けさせてから食べようかな。シャリシャリ面白い。うん、シャリシャリしてる。ほら、もうね、かき氷で慣れてしまったの私。もうかき氷が好きすぎて、本当にかき氷なんて秒で終わってしまうの私。セブンの、うん、全然違う。美味しい。
うめいです。うめい近くか、まあ、でももともと近く花瓶ではないので多分大丈夫なのです。あ、こちら私の大好きな特茶最近お茶飲む お水とかを飲み物飲むのすごく苦手で、なんかすぐ咳しちゃうのおかしい。隠せてない、え、隠せてないの、悲しい、ね、見ないで見ないでおくれ。全然全然大丈夫だよ、気管に入っちゃうのよくね。これこっちこっちシャリシャリしすぎてる。なんか追加で、あのもうアサイが好きすぎて追加の 50g のアサイも買ったんですけど、でもこっちが全然溶けない。若いのに、そう、若いの、若いのに、うん、ただ私がなんか急いで飲んじゃうからむせちゃうっていうだけで、全然なんか異常があるとかではないです。あ、ご安心ください。アサイどこの好き、なんか広尾にあるなんか美味しいお店好き、名前忘れちゃった。真ん中のお姉ちゃんが好きらしいので、この間行ったらめちゃくちゃ美味しくってハマりました。ツイン、定期的にツインを言いたくなってしまう私でございます。ツインってめっちゃ言いたくなります。もうツインってしか言いたくないです今。嘘、それは嘘だけど、配信してます。え、入りますか。え、こんにちは。え、なんでですか。え、恥ずかしいです。ここに久保さんがいらっしゃいます。アサイ食べてる。そうなんです、買いました。あ、どうでしょう。映ってました今。めっちゃ嬉しい。いいんで。え、なんでですか。私が勝手に入ってきたから。え、めっちゃ嬉しいです。なんかこういうの。え、嬉しいわ。やだ。え、携帯何使って。iPhone12 か13。かわちいです。かわちいね。練習してたよねさっき。え、してました。えらい。やん。あ、ついに遊ばれてます。あ、やん。え、邪魔して。え、楽しいです。え、ね、全然です。バイバーイ。バイバーイって。皆さんバイバーイって。
ありがとうございます。はい、久保さんが来てくださいました。嬉しい。いつもだったら一緒にわちゃわちゃしてるんです。イエイ、つい触ってもらえた。ニヤニヤ。初で、そう、初なの、初なんですよ、こういうの。コラボ初だ、嬉しい。なんかよく見るんですよ、この配信に先輩が来てくださるのってよく見るんですよ。ちょっと嬉しかったので、また来てください。嬉しい。あげー。でも汚いところ見られちゃった。スタッフさん、スタッフさん、マネージャーさんも一瞬いらっしゃってびっくりしました。びっくり。の、いい感じに溶けてきたよ。まだシャリシャリ言ってるけど。可愛いスタッフかと思ったら、ひなのさん。もう超可愛い、超可愛い。写真会のコーデ、どれも魅力的で迷ってます。え、嬉しいです。もうたくさん考えたから、多分どの部でも楽しめるので、ぜひ来てください。もう愛いっぱい届けちゃうよ。溶けてきた、溶けてきた。嬉しいだけ。あ、やっぱ溶けた方が美味しいかも。いっぱいお写真撮るの楽しみ。何食べてる？アサイ食べてます。アサイ食べたことない。食べて、めっちゃ美味しいよ。でもなんか好き嫌い分かれる方もいらっしゃいますね。うん、なんかなんて言うんだろう、ブルーベリーの濃いバージョンみたいな。濃いバージョン美味しいよ。でもね、アサイのね、難点はね、お口周りについちゃうとこなの。恥ずかしい。ベリー系、ベリー系、なんかベリー系なんですよ。でもめちゃくちゃ美味しい。ん？なんか言葉おかしかった。あ、そう、昨日なんだっけ、配信終わってからビバースでお話ししてて、なんかずっとファンの方のこと考えてたら夜の2時ぐらいになってて、デスピノートにお名前書いたりなんかいろいろしてたら2時ぐらいになって、それもなんかすごい楽しいなって思って寝た。寝れたね。じゃ、めっちゃ寝れました。しっかり二度寝しちゃいましたし、起きて。そう、ね、早く終わりたいなって思って、何冊ぐらい、3冊目入りました。
そう。え、でもなんか偉いって言ってくださるのすっごい嬉しいんですけど、でもなんか偉いからやってるんじゃないの。なんかもう本当に好きだから、なんて言うんだろう、なんかねえ、なんて言えばいいかわからないなんて言えばいいかわからないけど、でもそのなんかねなんかもう自然に行動出ちゃうんですよ。もう好きになったらとことん好きだから、もうねちょっと言葉が出てこない。お茶飲みます。そう、好きなことにすごく、そう、リップそう、好きなことに理由はないじゃない、それです、大好き、そういうことなんですよ。また聞かん、うん、そうね、だから私のこと好きって言ってくれる人にはとことん何でもしたい。ビバース楽しすぎ。もう私のビバースはもう会話趣旨だから、もう、あ、死守、命を守る、ん、死んでも守るそうリバースではたくさん話すことがあの私のルールだから、いっぱい笑うじゃない話す。本当に全部読んでるよ、全部読んでる。読んでる。あ、もしあのインス、あ、そう、あのインスタのことなんですけど、皆様、あのインスタ、私ストーリー見るんですけど、なんか多分19期からはあのストーリーメンションされても見れなくなってて、通知が来ないんですよ。だからどうやって見たらいいのか分かんなくて、あのビバースとかでメンションしたよって言ってくれて、でなんかあのなんだっけ、ユーザーネームとか書いてくれた方とかはあの飛んで行って見てるんですけど、基本アットメンションっていうあのところが私の中に ないので、教えてくれた方とかはすっごい見に行くし、あとあの載せてくれてる方も知ってるからもうバーって見に行くこともあるんですけど、もしね載せてくれた方はぜひリバースでもいいですし X でもいいですし、ぜひ言ってね、あの来てくださったら嬉しいです、見ます。あとなんだっけ、あとストーリーの観覧のところに私のファンの方がいる時あるんですけど、それなんかいいねあれじゃないですか、ストーリーにいいね、ストーリーいいねあるじゃないですか、ストーリーいいねの欄に私のアイコンで、でなんかストーリー
を更新されてるのを見ると、あ、私かなと思ってポチって押しちゃうことがあるので、その方とかは見てます、すごく。だからあれかも、私のストーリーにいいねしてくれたら結構頻繁に見に行けます。はい、それがもあの、そもあの早あれ早いかもしれないです。あのわざわざあのウィバースとかで送っていただくよりも、私のストーリーにいいねしてくれた方が見やすいです。はい、でもなんかもうパッてめっちゃ常に毎分毎秒見に行ってることもあるので、ちょっとよろしくお願いします。ストーリーやらないと、いや、ううん、あの載せてくださってる方についてお話しさせていただいたかな。だから無理にあげなくてもいい、あげなくて全然大丈夫だから、あのあげたいな、これ見てほしいなっていう時にあげていただけたら嬉しいです。毎秒で見てます、本当に。休憩の時間とか、あ、ファンの人あげてるかな、あ、あげてる、あ、あげてる、あ、でも嬉しいって言っていいねしてる。はい、ぜひ。翔太よ、見やすい時間ってある？見やすい時間？いつでも見ます、いつでも見ます。夜寝る前、あ、夜寝る前とか嬉しいかも。だから10時以降はめっちゃ見るかもしれない。あと朝めっちゃ見ます。テスピ？朝は何？朝は何時だろう？6時以降だったらいつでも見ます。早いので私起きるの。朝いい、うん、あの朝い結構、うん、面白いね。早起き、そう、この間4時に起きてモーニングコールした。嬉しい？モーニングコールだったらもう私何時でもしますよ。朝の3時でも、夜中の3時でもいいし。夜中の3時はやめてください。はい、やめます。早くて4時だよね。ショートスリッパーです。みんちゃんは常に起きてる、うん、起きてるのかもしれない。目が開いてるかもしれないです。
ちょうどスリーパーの人って何時に、基本12時過ぎは起きてて絶対。でもなんだろう、大体3時間か4時間ぐらい寝て起きることが多いです。でも私なんかあれなんですよ、なんか福岡とか、この間若手ツアーさせていただいてたじゃないですか、17期さん昇格ライブの。あの時地方に行った時のお泊まりしたんですけど、絶対私が一番早く寝るんですよ。絶対一番早く寝てたんです私。そういえばそう、そう、一番眠くなって一番早く寝て、でも一番早く起きるみたいな。そうだから、金縛りあった、あるある、面白い。そう、健康的。でも早いって言っても11時か12時くらいかな。どうなんだろう、でもすごい早いです。みんな、私以外のみんなめっちゃ夜更かししてた、かわいい。でもももちゃんが一番起きてたかな、他はすぐ寝てた。そうだ、なんか私今日お話しすることを考えてきてて、でもなんかほぼないかなと思ってたんですけど、よかったら質問返信タイムします。あんまりしたことないなと思ってしたいと思います。ま、質問があればなんですけれども、なるべく多く答えていきたいなと思います。リップ塗ります。今からめんめんは高めのツインは嫌いなの？前は嫌いでした、でも今は好き。お、好きな色は何？黄色、ピンク、白。好きな衣装はそんなこんなです。僕の太陽公園の。なんで今日はツインテールしてるんですか？ツインテールが好きだからです。好きって言ってくれるからです。ゲームをやる？あんまりやらないです。でもやるときはめっちゃします。つむつむも好きですし、でもなんかうわー系のものはしたことないです、あんまり。仲良しの先輩はゆきたんさん、みゆ先輩。好きな先輩はみよんさん、おぐりさん、エリーさん、おりんさん、皆さん大好き。セリカさんも好き、セイナさんも好き、みんなさん好き。アイちゃんさんも好き、もう皆さん大好き。コミさんも好きだし、もう皆さん好き。キャー、最近明太子食べた？食べてない。綺麗と可愛い言われてどっち嬉しい？可愛い。気が悪る、ある、こっち、右です。タラコは好き、大好き。今日はトマトチャレンジしてないです。本当に好きな食べ物は明太子一択。
めめは記憶力いい？うーん、悪いです。勉強嫌いです。納豆食べれますか？大好き。飲み袋いい感じありがとう。今日キラキラ、今日キラキラつけた。写真のポーズ決めてください。かか、ちいかわ何のキャラが好き？ちいかわ。幼いって言われるのどう？ゴブゴブ。最近パンカツしてないです。リップはな、リップ、あ、過ぎちゃった。ファンの顔と名前は大体でも分かります。 AKB 入りもこんな感じでした。多分ちょっと聞いてみたいと思います、お友達に。最近の趣味は、え、なんだろう、なんだろう。最近はファンの方を考えのことを考えて、あのお料理するのが好きです。キモい人になってる私お勉強得意、大嫌いでした。もう苦手でも全然ダメ。ラーメンは何味が好き？え、豚骨。今期見てるアニメ、今期というよりは、あー、今ヒロアカ見てます。今日でね一旦ラストで、来年また再開、ラストがね再開するそうですね。おめでとうございます。嬉しい。テニスは上手だったの？普通でしたハンバーグの好きなソース、和風。中華街のおすすめは大きい唐揚げ。何メートル泳げますか？200メートル泳げます。最近映画見た？見てないです。最後に見たの多分キングダムかヒロアカだと思います。サイゼ行く？行きます。松役デザインしてた。真ん中が確か11で両脇が10です。デシカルです。好きなスポーツはパターゴルフ、バスケ、テニスです。サイゼ屋の好きなメニューはドリア。行きたい外国はパリ。何本ですか？100本です。本は読む？たまに読みます。でも私は漫画派です。インドア、アウトドア、アウトドア。好きな曲は夢の川、小池。竹内先輩、アイドルなんて呼ばないで。全部。二十歳になってしてみたいことはバンジージャンプ。山と海どっちが好きですか？山。洋服のお下がり欲しい先輩は、え、秘密。でも大好きな先輩の皆さん、なん、めっちゃ欲しいです。私匂い嗅いじゃうんですよね、いただいた時。絶対私本当に匂い嗅いじゃうんですよね。本当に良くない。匂いが大好きで私。そう、柔軟剤の匂いとか、もし先輩方会った時は、あ、いい香りって言っちゃいます。私結構やばい人になっちゃいます。コメント飛ばしちゃったかもしれない。そうなんですよ、はい、そう、私本当にいい匂い大好きなので、本当に匂いで誰の、そう、匂いで誰か分かっちゃうんですよ。そう、男性の香水はあり、あり、ありすぎる。漫画とアニメどっちから入るタイプ？今まではアニメから入ってました。同期の匂いは分かります、めっちゃ分かります。香水は香水というより私ボディクリームとか、ハンドクリームです。
宝くじ得意ですか？苦手ではないです。時々やってみたかった。バスケやってみたかった。初めてライブ行くとき予習する？しない？します。日焼け止めクリーム冬は塗りません。今年から塗ってます。太鼓好き？大好き。カラオケのお箱、なんだろう、 AKB じゃないやつだったら、これ沢さんの恋人失格とか、あとラトウィンプスさんの彼方遥かとか、あと小泉今日子さんのさよならさえ、なんだっけ、あれ、あなたに会えてよかったって曲でした。あれ、さよならさえ上手に言えなかった、あなたに会えてよかった、多分そう、最近歌ってないからわかんない、多分それです。そう、それが結構お箱です。歌と踊りどっちが好き？踊りが好きです。体育は何が好き？バスケが好きです。学校好き？学校好きでした。でも結構やんちゃしてました。好きなパンは塩パン、ハマってます。あと何だろう、最近のスキンケア事情、あ、最近はアヌアの化粧水めっちゃ使ってて、あれ本当に肌がツルツルになります。テカテカになります。やんちゃとは、あ、なんかあれです、なんか結構私おバカさんだったから、もう全然点数取れないし、あとスカート折っちゃうし、やんちゃばかりしてました。うん、お化け屋敷行けないです。私ホラー好きなのにお化け屋敷だけは無理です。ミスドの一番好きなメニューは、ん、ポン・デ・リング。金髪したこと、金髪はないんですけど、めっちゃ明るいのはしたことあります。ジェットコースター大好きです。絶叫大好き。花のスカート短い言われますか？廊下でクラスの子と一緒に逃げてました。絶対いいスカート短いって言われるから頑張って逃げてた。廊下走ってた。タワテより行きます。逃げる。もうだって逃げないとあかんの。でも行けた。フェイクディズニーしてた。してました。逃げる意味確かになかったかもしれない。でもなんか廊下でスカート注意されるのちょっと恥ずかしかったから
でもそしたらおるなって話なんですけど、でもその廊下でスカート長くする瞬間は見られたくなかったから逃げてました。なんかなんだっけ、私廊下走る時だけ足速いんですよ、なぜか。冷凍いちご豆乳、スカートどれぐらい、でもあれかも、あれぐらいかもしれないです。なんだっけ、私がこの間ギャル制服やった時の時ぐらい短かったかも、ギャル制服やった時。でもあれのちょっと短くないバージョン。逃げ足は早いです。結構短かったかもしれない、今はわからない。ポリナム夢見てごめん、上履きに絵が、描いた、私友達とハート描き合ってた。50メートル何秒、これ言われたら私絶対うん。でもめっちゃ遅いです、私50メートル12秒とかだった気がする。うん、もう遅いんですよ。うん、うん、なお、ありがとう。12秒は本当なんですよね。なんかあのー50メートルは苦手だけど、でも1000メートルは私学年で20位以内に入ってました。120人ぐらいいるけど結構。100メートル走私何秒だったんだろう、それちょっと覚えてないです。そう、長距離は強いんですよ。水泳は200メートルいけます。でもちょっとよくわからないんですよね、50メートル走だけ弱いんです私なぜか。でも私の学校なんか水泳が強くて、すごい水泳にはすごいあの力を入れていたらしいので、めちゃくちゃ泳げるようになりました。今は多分泳げないです、溺れちゃう。あの夏の防波堤、僕はメイメイに溺れてます。キャー、溺れてさよなら、黒ある青い海キラキラ
こいつのふにゃって。僕、僕はつな、いなりつな、ここから進めない。東京湾さよならクロールして。あれ本当に面白い。待ってます。さよならクロール。青い海キラキラ。じゃあ今日もやっちゃいます。あれ小池さん、すごく小池が今コメント来ても、おお、ミラーボール、こいつんでもいいですよ。こいつん、こいつにやった。ごちそうさまでした。美味しかったです。ありがとうございます。アサインさん、蓋閉めて。さよくろ、え、私多分サビしか歌えないかも。それでもよかったら歌います。さよなら黒ほど青い海キラキラ、これだけ。ちょうど10人、え、本当？嬉しい、やった。じゃああと20分。え、でももうあと20分しかないんですか？早い。ちょっと待ってね。美味しかった。特茶の言い方か、え、嬉しい。そうだよ、ランキング読みもあるんだ。そう、そしたらあと10分だ。10分だよ。青い海キラキラ、あなたの、うん、じゃあどうしよう、何から歌おうかな。こいつん、ここに置いて、あ、でも鏡で見えちゃうのか。どこに置こうかな、どこに置こうかな。あ、久々立った。キャー、よいしょ。こことか起きないのかな。あ、絶対起きない。どうしよう。立ち上がりました。どうしようかな。下アングルはノンノン。ここに置けないかな。今ちらっと誰か、え、もしかしたらマネージャーさんいたかもしれない。え、これ横縦一回します。すみません。
絶対無理。待って、絶対無理とか言わない。あっ何このアングル、何このアングル。机がなくてですね、こうなってしまいます。あ、でもこれ声聞こえる？お、よかったです。やったん。じゃあルクベいや面白い待って、もう7分になってた。場所考えてたら多分30分までやります。じゃあどうしよう。小池、小池、小池にしようかな。どうしようかな。小池積んじゃったにしよう。ちょっと見えてる。ちょっとご飯食べたばっかだから声出ないかもしれない。あーおーおー面白い。声聞こえますか？え、すごい。ミュージックビデオらしいです。あ、すごい、これ、声。おお。あ、すぐ始まった。待って。じゃ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 ん。あ、あ。僕たちの関係を誰か知っててくれたなら危ないやな。綱渡り足を踏み外さずに済んだ噂の彼とお似合いじゃないか。気になどしてない。聞こえない、やばい恋は積んだ、君に積んだ、さっきの視線で分かった、大好きだった、君だったのにさよならになるのか。ベビーカム久々すぎる。踊り、この恋は鉄板で絶対壊れないと思った。思い出に過信して、今と未来見失った。ここまで来たら愛を貫けよう。迷ってる時間ないんだから。声が僕は積んだ、いきなり積んだ、ここから先に進めない。謝るだけじゃ許しちゃくれない。どうすればいいんだよ Let me know。 誰かの背中、君に似ていて、少し早歩きで追い越し振り向いた。全ては後の祭り、恋は積んだ、君積んだ、さっきの視線で分かった、大好きだった、君だったのにさよならになるのか。ベベ僕は積んだ、いきなり積んだ、ここから先に進めない。謝るだけ
けじゃ許しちゃくれない、どうすればいいんだよ Let me know Let me know。久々に踊った。つんだ、きれいつんだ、ふんか、すすぶんべんまり、まりちゃん、ゆるしてくれない、伸ばすべばいいんだよ、レミの。体は覚えているものですね。私これ好きなんですよね。ここ頑張って練習したの。あ、ネモフォネマちょっとだけ踊れる。ちょっとだけ。ちょっとだけ踊れます。待って、足映ってない。やばい、ここちょっと横幅があれだから踊れないかも。足見えてないからあれか。そうだった、下見えない、いいとこが見えない。え、待って、レッスン場空いてるのかな、ちょっと見て。空いてましたので、ちょっとだけ。僕はつんだ、いけるかな。待って、あれ、これ足逆に見えない、わかんないです。ちょっとなんか自分で動画見て覚えたやつなのでできるかわからないんですけど。じゃあ早く、あ、ちょっと待って、練習する。待ってちょっと待って、できるかな。なんかゆっくりやるとできなくなる。できなくなった、待って、なんかできなくなった。こんな感じ。あれ、待って、曲マネージャーさんいない。でもちょっとだけできます。夜明けまで見つめ合えば信じるかな。あ、ちょっと練習必須だ練習必須でした。ちょっと、もうちょっと頑張る。ただいま
でも練習したらもっとできる。全然ダメ。やばい、今ので息が。よいしょ。じゃあ小池、でも小池、私2番わからないからいけるかな。うん、小池、よいしょ。この年になると嫌でも現実ってやつが見えてきます。10代の頃は恋の理想も高くて、あれも嫌これも嫌って彼氏を限定式で見ていたんですが、20歳を過ぎて覚えました、妥協って言葉を。私もあの辺で手を打ったきゃよかったかな。過ぎて2度目の恋が終わり、焼けた肌が焦る頃は偶然の季節、コンビニのレジに並ぶ見覚えのある横顔、目が合った時ガリガリく手にしてた。卒業式ぶりの小池はシャネたシャツを着ちゃって、尖った髪型もちょっとイケてるかもね。どうかしてる昔の彼氏に心が動いた。のかした魚大きく見えるなんて。過去の私は弱っているんだ。なんだか寂しくて思い出にまで手を出す。2番はちょっと知らないですね。振りは入ってますよ。ちょっとネモハモネモハモがちょっとまだ長引いてます。私はそう負け組、懐かしさに甘えたくて近寄っていった。ぎこちないリアクション、気がつけばよかったね。その隣には可愛らしい女の子、私が振ったはずの小池に一人なんて聞かれて、まさかってそっと見ない。誰かがまずうふりしてついてないわ。経験の男は見る目がないのね。秋から冬の私は油が乗る。いい感じかな。あ、いいぞ。本当？まさか一人。小池だけはキープしていたつもりだったんです。恋の滑り止めっていうか、最後の最後どうしようもなくなったら小池でもいいかなって。じくじゅじゅじゅ、小池なんて忘れていたのに、おいしく見える恋もお腹減ると、完食みたいにつまみたくなるの。どうかしてる昔の彼氏に心が動いた。のかした魚大きく見えるなんて。過去の私は
っているんだ。なんだか寂しくて思い出にまで手を出す。小池、冗談じゃないよ。なんで私があんたに嫉妬しなきゃいけないのよ。小池、彼女ができたなんて聞いてないよ。小池、こんなところで彼女とうろうろしてんじゃねえよ。はいはい、私は一人です。こんな時間に一人でガリガリ君を買ってました。小池、なんとか言え。優しい言葉の一つも駆け上がれ。ジュクジュクジュジュクジュクジュチャチャチャン。よし、大好きなところ終わりました。ありがとうございます。楽しいです。やっぱり皆さんも楽しんでくれてるかな。じゃあ最高かよ、あそこのところやるよ。皆さんいつものちょっと多分ジャージャー私言いたい。忘れていたのに美味しく見える。あ、来た。ね、ジャージャー大好き。
交流してくれてるの楽しいです、嬉しい。モンホヨンって言っちゃった。ミョンホン、せーの、ワン、ツー、シー。 I want 君と出会って全て変わった。 I wanna do、 I wanna kiss、 なんてラッキーな人生、素敵な思い叫んでる、心の底から叫んでる、君って最高かよ、 Oh yeah yeah。 I wanna do、 I wanna kiss、 君って君って最高かよ、恋って恋って最高かよ、こんなに熱ける青春本も一人じゃないんだ、応援 Thank you、 みんな最高かよ。ありがとうございました。お私ハートの脱出ゲームも好きなんですよね。ハートの脱出、彼女になれますか。この間歌った時高くて歌えなかったんですよね。あと唇 Be My Baby とかランランラン。やばい、めっちゃ歌いたくなってきた。リフレイン、リフレイン歌いたい。サヨクロ歌う？じゃあサヨクロのサビ歌おうかな。あ、そばかすのキス大好き。じゃあさよくろ、さよくろをハート出していくね。わーい、楽しいです。皆さん、皆さんも楽しいかな。今入れたよ。ワンコーラス。イエーイ、よかったです、嬉しい。なんか私だけが今めっちゃはちゃけてたなと思って。あ、ボールやろうかな。サビしか知らないんです。切ない。
ね。そうなんです。最初の、私最初のこれしかわかんない。さよなら黒ある青い海、キラキラ。全部出たかった。じゃあちょっと待って待って。さよなら黒オル青い海キラキラハートの。謎だったんだ。謎だったんだ。不思議だ。はい。でした。早い。え？ん？ワンハーフだったのかしら。好きすぎて、好きすぎて、好きすぎて、この胸が。あ、狼とプライド、え？歌えるかな？
プライドフルで入れてるんですよ。まさかの、え、私設定しちゃったかな。なんでだろう。あ、でもそしたらもう一曲歌える。皆さん何がいいかな。ラストにしようかな。ラスト、ハチの巣ダンスやってみたい。最強ツイテ、最強ツインテール。確かに。歌えるかな。でも私どうなんだろう、歌えるかな。せっかくお披露するならちゃんと歌えるようになってから歌いたい。どうしよう。ポニーテールとか、どうしよう。じゃあ最強ツインテールやってみます。歌えるかな。でも私サビしか歌えない。最強、あ、間違えた。サビ歌いますね。サビ、練習です。サビから歌う。クマ変わり。
きな最強ついてる。似合いすぎてキュンしすぎる。なんで立つに結んだの。男の子食いだけ。今日の君は最強ついてる。もっともっと好きになる。一番練習する。ありがとう。サビもまともに歌えない。これハマってるから歌って、ありがとう。嬉しい。じゃあ完璧に歌えるように頑張るね。代わりに歌って、一緒に歌おう。ございました。振り付けね、私も好きです。先輩が踊ってるの見てめっちゃ好きだった。ありがとうございます。ラスト盛り上がっていくよ。このカード曲がったら君がいるとなぜかわかった。日差しの向こうから海に近づく予感がしたよ。本当の恋だから不思議なこと、好きすぎて、もう僕は君以外見えてない。未来の答えをたたきから探してる。好きすぎて好きすぎて好きすぎて、この胸が切なくて苦しくて、諦めかけてもまた好きになる。希望的リフレイン。狭くて踊れない。すごいすごい、ここコールしてる。え、今ってコール誰かな。君だけが君
る意味だって自然だ。抑えようとしてもまた思ってる。全然違かった。最後ございました。最後は決めました。わありがとうございました。熱いありがとうございました。今日は2時間ぐらいしたかな、1時間半ぐらいしたかな。ありがとうございました。もう2時間か、いっぱいだ。早かった。じゃあちょっとせっかくのツイなので、ちょっとスクショして、スクショタイムしてから、ランキング読んで終わりにしたいと思います。何のポーズがいいかな。リフレインポーズ。好きすぎて小焼きポーズ、美味しそう。これか、たこ焼きポーズって。ありがとう。ウィンク。してた、たこ焼きのね、これね、爪楊枝らしいですよ。ツインテール見して。
ほんまなん？ほんまやで。つまようじ。あの顔文字希望？なんだろう。なんだ？ん？ああ出た、あれだ。結構この配信でいっぱいやってる。この顔。これで。ふん。おこ。ふん。ふん。おこ。マグ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 。じゃあランキング、え、今忘れそうになっていたところ、ど、あれ、どれ、どうやって見るんだっけこれ。ライブの、あった。13位の方、ターさん、ターさんありがとう。連日来てくれてありがとうね。ありがとうございます。12位の方、はやりんごさん、ありがとうございます。嬉しい。11位の方、ドラガンさん、ドラガンさんもありがとう。今日もありがとう。10位の方、さばかれそうなゆうきさん、さばいちゃうぞ、ありがとう。ゆうきさんも。9位、ひろーん、ひろーんさんありがとう、ありがとうございます。このアイコンちょっと面白い、ありがとう。8位の方、まなみちゃん、チェカまなみちゃんありがとう、ありがとう。反対だ。7位のりょうさん、めいちゃんにキュン、ありがとう。今日もありがとう、お疲れ様、ありがとう。そして6位、まさまささん、ありがとうございます、ありがとう。あ、5位できない、5位、マロシャン、マロシャンありがとう。5位、どうにかして5に見えないかなって頑張ってるけど見えなかった、ありがとう。じゃあこちら、3位、ニックさん、ニックさんありがとう。に、あれ、高め、はい、トマトツイン、トマトはついてないかもしれないけど面白い、ありがとう。トマト頑張ります。すごくね、これ3作れた。2位、リュウオンさんありがとう。多分2位できてる、ありがとう。そして1位、カズくんありがとう。1位、ありがとうございます。嬉しい、みんな今日もありがとう。あと65位、おとみさん、こんばんは、ありがとうございます。65位、私の誕生日ありがとうございます。
嬉しい。そしてコメントありがとうございます。こちらこそ、ハッピーハッピー。あー嬉しい嬉しい。あ、コメント読み返してます今。ありがとうありがとう。ランダム3人じゃ今65位やったから、あと2人ね。2人だよ皆さん。いきます。98XYZ さんありがとう。 XYZ さんありがとうございます。ではもう一人、47位斉藤さんありがとうございます。ありがとう斉藤さん。ランダム久々ですね。ありがとう。皆さん今日もありがとうございました。楽しかったです。惜しい、惜しい惜しい、かすっちゃったか。大丈夫、次当たるぞ。ありがとう皆さん、好きすぎて。では今日も一日お疲れ様でした。また明日、明日もしかしたらメイク配信するかもしれないです。メイク配信かメイク落とし配信かちょっとまたご連絡させていただきます。ありがとうございました。顔文字特技いたします、頑張ります。メイク落とし配信需要すごい。え、本当に？ちょっとそしたらやっちゃおうかな。でもちょっとどうしよう、ちょっと迷う。スキンケア紹介とかねしたいな。でもすっぴん、楽しみ、楽しみ。落とすの面白いよね。ちょっと考えますって言ってやるんですけどね、私こういうのを言っといてやっちゃうんですよ結局。ではでは、ツイン見てくれてありがとう、ありがとう。スピンさすがにいかんでしょ、間違いない。またね、大好き。おやすみなさい、早いけど、またウィバースとかで会いましょう。